はい、どうもトライアングルです。あ、語っていったそれじゃあやっていきたいと思います。今回はですね、バグ祭り45個以上ということで、もうバグバグバグですよ。はい、本当にバグかわかんないですけど、じゃあやっていきたいと思います。45個以上。今日は朝の撮影じゃないので声が張り上げれます。あー、なんか下にあるのかなこれ。走ってからの後ろに下がる。うわ、そして前に走ってからの後ろに下がる。行きましょう。ごめんなさい。よし、いけないと。いきなり走るよ。オッケーで、うん、カロンちゃんバイバイ。おっぱい、かわいいかわいい。ねえ、これ超かわいい。あ、ちょっと待って、危ない。で、これはちょっと待って。あ、来た。で、これはうわ、乗った。これはいいの普通に乗って。あ、ちょっと待って、動けない。なにこれ、なにこれ。あ、すごい、ジャンプがしづらい。え、なにこれ。おお震える。すごい。ちょっと待って、これはマリオがあれかな、叩かれる感じかな。マリオのスクワット。今日はね、お隣さんねいないから言えるんですよ。はい、どうしよう、帰ってきてたらなんでこれがすごい。あー、なるほど。これ、あの、めった刺しのやつですね。で、これが PCH 取れるようになるのかな。これは見たことあるかもしれない。でも結構、出てる。どうした、大丈夫か。乗れない、乗れたりしない、これ。乗れない。いいや、行こう。で、これ取っても大丈夫。あっ、取れない、あいつ。なんか動いてる、取れない。どうすんのこれ、いいの、入ります。でも、なんとかクリア率はそんな高くないから、その、なんだろう、よくある、そのかなり鬼畜なバグとかではないのかなとは思うんですけど、どげんでしょうか。よいしょ、よし、これは普通にかぶっちゃう。で、行きましょう。いける、いける、オッケー、大丈夫、いける、大丈夫だ、問題ない。で、あ、ここもあれですね、マリオのスクワットですね。いいかな、大丈夫かな。マリオのスクワット。はい、僕といえばね、これにしていきたいのでね、他に何にも取れないので、はい、ホモ以外。すごいあ、キノコ取っとけばよかった。あ、戻れない、戻れ、あ、戻れない。プー、大丈夫か、これ大丈夫かな。さっきのキノコ取らなくてよかったのかな。よいしょ、さっきのキノコ取ってね、あなたは致命傷ですよみたいな、そういうのではないかな。あー、これは大丈夫、突き出るはず、大丈夫だよね。うん、うわ、怖いなー。あー、これも見たことあるね、後半なんかちょっと見たことある。あ、これも見たことある、プニプニしてる。よしよし、どうだ、ついてやってるぞ。やめよう。じゃあ次行きます。大丈夫これ、このままいけるね、大丈夫だね。なんかすごい、大砲の弾がゆっくりになってた。さっきからすごいしか言ってない。実況者失格や。バイン。あれ違う。行きましょう。そろそろゴールがあると思うんですけど。さあ、もう3分半ですよ。3分半ですよ。これでもう動画1本終わっちゃいますよ。終わらせないですけど。おーおーおー。なんだ、マリオはスイーン。マリオはスイーンってしてる。よし。さあ、45個って言ってたんで、そろそろ45個というか、これ今回かなりクオリティ、やったぜ、クオリティ高いですよね。踏みつぶされる。いや、面白かった。はい。ちょっと今回のバグコースは全てが、なんかまあもちろん他のバグコースもそうなんですけど、全てがなんかしっかりしたバグコースだと、思いました。はい。感想です。ということで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。あ、終わらない。そうだ、終わらない。まだやります。はい。じゃあ、行きたいと思います。次のコース行きたいと思います。はい。絶対走り続けろ。コースを長くしました。ちょっとこれやっていいですか？じゃあ、そのままやりましょうか。じゃあ、こっちやっていきたいと思います。おなじみね、こんなコースを遊ばれていますから、やっていく。シュンくんのコースですね。スカットマリオ、マリオ3、あ、ぐい、よし、5。とりあえず走り続ければいいと。スピランみたいな感じなのかな？なんかランマリオみたいな感じでね。で、クリア率もそんな高くないと私は信じておる、おるんですが、これ全自動だ。やったぜ。あれ、今回何にも苦労してないぞ。これは動画時間、あれだな、長くしないといけないかな。はい。やりました。これは、これ間違いないですね。はい、全自動ですね。やった。
あ、見てください、このマリオのこの喜ばしい顔。これでいきなり最後にバインってやられたら本当にショックなんですけど、大丈夫だよね。そのまま走り続けてマリオ、いっぱい走って元気にマリオ、ひんひん、大丈夫だね。怖いね、すごい怖い。なんかボタンを少しでもずらしてたらアウトですよみたいな感じなんで、もう今すっごい、あのあれですね、ゲームパッドのやったぜ、あのスティックをグーって前に押しました。はい、ちょっとでもずれないようにグーって押してます。はい、ということで、まあ、これはさすがにね、あのどんどんコース、次のコースもやっていきたいと思います。はい、さすがにこれで終われないな。はい、じゃあなんかここからやります、ここからやりましょうか。じゃあなんか、じゃあなんかゴーマリオも危ない気がする。じゃあキノコの冒険でこれやっていきましょう。はい大丈夫かな、クリア率全然見てないんで怖いんですけど。はい、じゃあこのキノコの冒険やっていきたいと思います。キノコの冒険、あ、なるほど、キノピオの冒険とかなのかな。よし、じゃあ行きましょう。大丈夫かな、なんかこれも鬼畜とかだったら困るんだけど、もしくは逆にちょっと簡単すぎますよみたいな感じでも逆に困る。お前だけは許さない。よし、行こう。あー、なんか果てなかったけど大丈夫。えいえい、お掃除してお邪魔しますと。まあ大丈夫そうかな、なんとか。こんな難しいコースではなさそうな気がする。お邪魔します。かといってね、簡単すぎても、あ、トライアングルこいつ楽してんなみたいな感じになっちゃうので、ある程度難しい方が個人的には嬉しい。でも今の感じだとそんなにおそらく難しくないと私は思っております。はい、どうでしょうか。はい、はっ、なんかすごい、なんかすごいスターが、スター、あー気持ちいい、これすごい気持ちいい。あー、これ多分ね、あれだ、難しくないやつだ僕刺しました。はい、ごめんなさい皆さん、これ簡単なやつです。いける、え、大丈夫大丈夫大丈夫、キノコの冒険が終わったんだけど、キノコじゃなくなったけど、ヒゲのおっさんだったけど大丈夫。あー、よかった、キノコになった。よし、じゃあ行きましょう。で、ホコリカス踏んで、ひゃひゃひゃ、あー、優しい世界で、ここのスターで一気に行けと。わかりました、行きましょう。それじゃあお掃除開始と。ちゃんとちゃんとね、全員倒してゴール。よし、いや今回はなんか申し訳ありません、かなり、トライアングル楽してやがるなと、ほとんどカットしてんねんなこの野郎と思ってるかもしれないですけど、はい、その通りでございます。はいごめんなさい。ということで、今回この辺りで終わりたいと思いますね。いいですか。え、いいですね。じゃあ、ちょっと待って、なんか気になるこれ言っていいですか。ごめんなさい、またちょっとこれだけ言って終わりたいと思います。なんかあの1画面というかね、目の前にゴールがあるコース、本当に前も言ったんですけど大好きで、ファッファッ、ほい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 、でわほいそれじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ブイ、じゃあお疲れ様でした、バイバイ。はい、どうも皆さん、トライアングルです。あの、ゆっくり実況の方、ゆっくり実況じゃないですかね、ゆっくり実況チャンネルの方を見ていただき、ありがとうございました。ですね、実は、マリオメーカーとかを、自己アカウントの方でも、これからもうじゃんじゃん、毎日投稿ぐらいしていきたいと思ってますので、よかったら、下の概要欄の方に、チャンネルの URL があるので、よかったら、そちらで見ていただいて、チャンネル登録していただけたら本当に嬉しいです。はい、もう何でもします。いや、やめとこう。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。